トベレージェンシーのネクストに軌堂元金プリ平野仕様に押し寄せるオクオファーの舞台裏。ネット限定ドラマの黄金時代。近年、テレビドラマの制作が増加する中、ネット限定のドラマも躍進しています。ネットフリックスやアマゾンプライムなどのプラットフォームが積極的に投資し、制作されるドラマは、その規模や品質が地上並みを凌駕していると言えるでしょう。 特に注目されているのは芸能事務所、トベに所属するタレントたちの起用が増えていることです。5月にはサンクチュアリ、正義、6月には離婚しようよ、そして7月には見たらしか炎上するなどネット限定ドラマの配信が相次いでいます。これらの作品は 地上波ドラマを超える制作費と一流のスタッフ、俳優陣を要しており、そのクオリティに多くの視聴者が引き込まれています。第1章、キャスト選びの舞台裏。ネット限定ドラマの特徴は、制作人が比較的自由なキャスティングを行えることです。しかし、視聴者が引き込まれるためには、キャスティングが鍵を握ります。 地上波と異なり、制作会社は芸能事務所への忖度を気にする必要がなく、新たな才能や魅力的な俳優を積極的に起用することが期待されています。一方で、あまりにも無難なキャスティングでは視聴者の興味を引けず、逆に冒険しすぎるとリスクが高まります。そこで注目されているのが、希少性の高いタレントたちを起用する戦略です。 その代表例が芸能事務所、トべに所属するタレントたちです。第2章、トべタレントたちの魅力。トべ所属のタレントたちは、地上並みではなかなか見かけない存在でありながら、その独自の魅力で多くのファンを魅了しています。これは、彼らが一般的なテレビ番組ではなかなか見られないため、ファンにとっては貴重な存在となっていることが大きいでしょう。 特に、元、キング、リンチェプリンス、平野市要はその中でも断突の人気を誇りますマップス。ジャニーズを退場して以降、彼を見かけることが少なくなりましたが、その希少性が彼にとっての魅力となっています。そして、彼を主演に据えたネット限定ドラマは、視聴者数を爆発的に増加させることが期待されています。第3章。 ヒラの仕様に押し寄せる億オ,オファー。ヒラの仕様に対するオファーは、その人気と希少性に見合ったものとなっています。彼が主演することで、ネットプラットフォームへの入会者数が飛躍的に増加すると見込まれ、それに見合った報酬が提示されているようです。 特に、ネットフリックスやアマゾンプライムなど大手プラットフォームが彼に接触しているとの情報もあり、その裏には平野の海外志向が影響していると言われています。全世界に向けて配信されるネット限定ドラマは、彼にとっても新たな可能性を切り開く舞台となることでしょう。トベエージェンシーの戦略的キャスティング。 ネット限定ドラマの黄金時代を迎える中、芸能事務所、トべ、はそのタレントたちを戦略的に活用し、視聴者の注目を集めています。特に、元、キング、リンチェプリンス、平野仕様の存在はその希少性と人気から大手プラットフォームによる億オ,オファーが殺到している状況です。 トベレージェンシーは、その戦略的キャスティングによって新たな波を生み出し、ネット限定ドラマの舞台裏に光を当てています。今後、彼らがどのような才能や魅力を持つタレントを輩出していくのか、注目が集まります。